風に吹かれて気の向くままにやりたい放題言いたい放題大崎一万発ヒロシヤングウイチパチスロパチンコ何でもありワンパチウイチヤングもっと風に吹かれて おはようございますさあということでね、この番組はね、もっと風に吹かれてっていうね、今日風がなかなかビュービュー吹いてて割とね風吹いてますけど、あの本来はですね、まあ、3人でお届けする番組なんですけどね、今日なぜか2人なんですけども、決して分かってもらえるさではございません、そっちでもいいっていう切り替えますか切り替えちゃいますか一回やってみるそういうパターンもね何の得がありますそれ、ね、あの見てる人は変わらないですよねこっちは撮ってる人が違うだけっていうだけですからねまあということで今回はですね、はい、アジアでも有数のやさぐれタウン、はい、西川口に来ております。来ておりますね、もう一人の方どうされたんですかね。まあ、NK がバレたって言ったNK がバレたNK がバレたどういうことですかそれ翻訳してもらっていいですか尾崎さんそれはですね、はいまあ、浮かれて浮気をしているのが奥様にバレ、はいはい、朝起こしてもらえなかったっていうっていう予測ですよね予測ですね。ちなみに今日ウイチにね忘れないでくださいねっていう昨日念押しのメールが来たんですよ、はい、あ明日収録だってこといや違う違う、うん、持ってきてくださいねあ、うん、お薬ねそう勃起薬を忘れずに持ってきてくださいって緩和球ね、ということで、今日は ね、西川うち来てますけど、うん、何を打たれますか尾崎さん、というかまあ我々すでにもう台押さえてるんですけど北斗の拳でございます北斗の拳を2人で角角でございますスロットルスロットルで今もうそれだけでいい、ねね、珍しくねこう台を絶賛してる最中でございましてそうですよね、うん極めて大絶賛でございますただんだんトーンが緩やかになってきているのを感じてるのは僕は肌身で、うん勝てねえ、うん、そう勝てないあの台大崎さんが本当何を土地狂ったかあれはあのマジカペだ羽物だってねこいつ気狂っとんなって僕思ったんですけどそろそろここで訂正しといた方が良くないですかチャンネル違いますけどちょっと違うあれはマジカペではございませんよねないよかったですよかったです大崎さんが正気に戻ってくれて本当ですよ何言ってんだろうなって思ってましたけどやっぱねアバターもエクボに見えたんですよねアバターもエクボですよねそうです本当にね本当にねちょっと違うと分かっていただきましたか、うん、そこは、まあ、随分無理ゲーだなっていうことも分かってき始めたんですがです、ね、しかしまだやるまだ虜ですよねねえこの前だってよ2万2000万して出たんだな1でみたいなこと言ってたじゃないですか、はあはあ、ああいうことやりたいわけですあれもね設定わからないですよわからないわからないこの前僕天杯行きまくりの天国的なところループしまくりの1回だけ1200まで行ったんですけど、うん、まあそっから一撃3000枚とか出たりして、うん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 、相当いいなとこれはいいなと浅いし、はい、お店の人が、うん1ですよ、ね、後日ですよいいじゃないですか、ね、そういうので心がおそう湧き立つ行けるじゃないかって思う、ね、だけどあれが1だったらやれるって思いました、うん、そうでしょ、ね、そういうことって大事よねそうなんですよそうなんですこれ1戦えんじゃんみたいなそうですね、そういう実例もねあるんで、はい、ねだって2万枚出たのも1だったし ねいけるんだそうなんですよねそうだそうだ今回ぐらい番組で2万枚出したいですよね本当だよねマンゴエとかしたいですよねマンゴエマンゴエパパ1個あるからパパはパパ1個ありますえどここの番組であれデビルでマンゴエしとるよああそうかあそうねえ1でそう1で1でまさに1でデビルの1で1でしたからあれ、ね、そうなんですよ万枚大崎さんやっぱやってんだねそれでミリオンゴッドもゴッド中にゴッド引いたのそれ別の番組ですけど、ね、いやいやこの番組ですあ、そうかそうですよすごいね、大崎さん、この番組では一応演者としてのあれはやってますよあこの番組ではそこそこやれる感じになってるんだ、うん、あなたなんかあるパッとしたこといや、ないですね人をイラつかせる中途半端な終わり時間の連チャンみたいなそれはあなた勝手にイラついてるだけでしょそんなんだけじゃないですか人、なあ、そうか米米クラブで3万2000発ですそれ別の番組やろまさにね、それこそねまあね、だからね、うん
要するにね、うん、打ちたいんです早く。そうですよ、ね、大丈夫ですよ、この番組ね、うん、そのオープニング長めにやらない番組ですから。そうですね、あここで頑張って喋ったところで、うん、そういうことだな、スカイジャック知れてますから、うん、しかもね今回大会ダバス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 、そうですそうです、ね、内くん来ないね、じゃあ行きますかみたいになってると思う、うん、そうですそうです、ね、もう早速ね内くん来ないんでね、うん、2人で今日はねよし頑張りたいと思います。行ってきます。今回の収録ホールは埼玉県川口市にあるゴードン西川口店、営業時間は10時から23時、設置台数はパチンコ559台、スロット343台、 JR 京浜東北線西川口駅東口前、詳しい情報はゴードン西川口店ホームページをご覧ください。ちょっと一年しくモチベーション下がる状況ですが、しょうがねえ、頑張るぜ頑張るぜ、おーじゃあホット打ちます。あ、早速スイカを取りこぼしました。リップかもわからんからね、スイカでした。これは子役の手が、あ、子役の手がめっちゃええよ、ロックとちゃう、これ逆手、あ、もう広角っぽいとこ行ってますよ、6だな、これ、あ、ガン来ました、レアヤクか、レアヤクですね、これはいいよ、チャンス目リプレイ、これはチンス、ほら来い、はい、来た、テンハー、いいよ、頑張りどころです。さあ、アベシを稼ぎます。じゃ無理だね、101まで来ました。残念でした。55点いただきました。いいですね、早くも制覇、これいけるよね。これ出てる手になっちゃうから、これ人間になると違和感がそうある。あらあらあら。あおれ。アビスっぽくね。アビス。当たるというね。あざす。緑スタートでありがとうございます。ガーガーガー。これは終わったかな。ここで小やめでもいいや。
シを倒さず、スーパーに行ってるけど、大崎信用してね。ああいうのをね、的確に当てていかないといけない。そうして成功するから、これちょうど2頃のところに、256のところに引っかかってるかもっていう話です。ああ当たった、2頃で朝一リセットから2頃のゾーンにいましたね。254、18余りました。いっぱい稼ぐときたかったけどね、当たりました。投手5000ポン頑張りたい、ここでね。さあ、ここで狙え。青、オーラは青。頑張っていこう。特リプだったら玉1個くれます。あ、くれました、特殊リプレイ3個割れ。よし、ステージアップ。あ、激闘、一挙に激闘いきました。いいと思います。来ました、ジリンガラの中押しチャンス。中段リプレイ確定で、球も確定です。中段、あ、中段チェリーね、3個くれました。ここまで増えました。戦える感じになってきた。プロ、あ、これもう特リプ確定なんで8個目。さあ、やってまいりました。もう1個か2個で決めたいですよね。頼む。あー、一発勝負。さあ、7個残して次です、バトル。完全に寝坊しましたね。もう大丈夫かな。あの、まぶたがもうプルンプルンなんですけども、完全にやらかしまして、これはもうしょうがないな。ああ、ウィチ君おはよう。私やらかしました。おはよう、おはよう。元気だった？え、もう申し訳ございません。あの、ウィチ君が元気で来てくれればそれでいいんですよ。僕はね、あっちのおっさんがなんて言うか知らんけど、はいはいね、はい、もう頑張っていこう。申し訳ございません。北斗面白いよ。ああ、もう僕も割と好きです。割と好きですね。俺も割と好き。武藤や。いや、満席でしょ。空いてねえか。じゃあちょっと行ってみます。はい、ありがとう。おはようございます。あの、オープニングであることあることすごい言っといたから、あの、はい、もう聞いております。放送の時楽しみにしといて。そんな言っちゃった。あ、もう言葉多分全部言っといた。ああ、そうそう。で、あの、地名とかなんか実名が出なければ大丈夫だ。はい、よし。いやー、もう本当申し訳ないでした。ありがとうございます。すいません。いやー、もう相当言われたんでしょ、どうせいろんなないことないこと。しょうがないですよ。この二人の前にもう餌を撒いてしまったの僕ですから。よし。よし。
もうどうすんだろう。僕ねまだ目もあんま見えてないんですよね。起きたばっかりで来てるんで、なんかもう真っ白でモヤモヤってしてる。でかいな結構。いやー疲れたなね。6月末ですけども、今年、まあ、今年最大のやらかしはもちろんなんですけども、僕遅刻はほぼしないもんですから、今年最大 のダッシュを したんですよね。それがちょっともう 体に影響を及ぼしておりまして、前回どうしました、僕、ガンダム打って朝一2回転で当てて、最終的に初当たり6回取ったにもかかわらずとかでしたね。いやーよかった。今日はだからもうお店にもね失礼なことしましたんで、これもう1000円10回でも当たるまでいきますよ。もしそうだとしても、見たことないけどそんな10回とか、それぐらいもう皆さんにご迷惑をおかけしたと思っております。申し訳ございません。今回おそらくこれしか映るとこないと思います。それでも頑張ります、お願いします。でもそうだな、申し訳ない、もういきなりですけど、調子があまりにも悪かったら鬼の城も最近お気に入りなんで、そっちもちょっと打たせてもらうかも分かりません。どうせこの時間帯無理だろうからね。朝から調子がいいです。ステージが上がります。激闘いて、あどうか、あと10発、あ、トグリブですねこれね。ちょっとチャンス、あー助かった。100枚いきますね、これで。およそ。500の手がいいってわけではないんですけどね。ザギ。わー、厳しい。あと3個になっちゃった。7狙揃ってよ、揃ってよ。お願いします。ダメか。ただのリップ。ラスト1回です。ダメか。終わっちゃいました。954枚。18。まだ天波残ってるかもわからんからね。でも全然ぐらいです。
行きましょう。257ゲームで300点。よしよしよ。なかったよね。なんか逆にあるんじゃねえかって気がするぞ。ほら。もう一回よ。もう一回よ。もう一回よ。よしよしよし。逃げるぞ。倒すべき相手がザビ家だということは、今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれない。もう当たるんじゃないのこれ。ねえ、出ろ。うわあ。シャワーで、シャワーで。こっからシャワーないかな。なあ。うわあ。ほら、ちょっとずつ足りないんだよ。カタパルト出てればとかさ。うわー、大カットイン。これございますよ。なんともないぜ。なんていう走行だ。これでどうだ。背景赤で。ほい。じゃあ、おー。微妙にやっぱ足りないんだね。発展はするでしょ。これもう一回でかいカットに入ると確定だよね、確か。かかったな、ガンダムとやら。そこ、あ、ないのか。ありねー、頑張れ。水中でゴックに勝てるものか。そろそろ復活し頃じゃない？ね。茶化さないでください。面白いよ。すべてのリーチで当たったことがあるからこそ言えるんですけど、当たりそうな気がすごいするからやっぱ面白い。食事は自由に弾を詰めるみたいなもんだ。もうイライラしなくなったんですね。全部分かってるから。ああ、ちょっと足りないなみたいな。当たった時のラッキー感とかも分かってるんで。全然これ打っててもいいんですけど、ちょっととりあえず鬼の城だけ見に行って、で、空いてなかったらまた戻ってくるかも。いっぱいあるから、なんだろう。よし、これない。行こう。いた。よし。ちょっと開いちゃってたんで。すごい最近好きで、ガンダムに座ってちょっと金入れ始めた時にそれを、ああそういえばって思い出したんで。意外と売れてないですね。ほんで、バラエティに1台とかしか入ってる店ない。だからこう4台とかあるお店はあんまないんで、これ打ちまーす。
ザですよ。割れるかな。ジューザー。この夜の気まぐれよ。これは行ってほしいな。調子がいいぞ。弱チェ一発で行きました。広角にいたのかな。もう一丁おかわり。あーダメか。しかも赤くなかったですね。1ニッパーの可能性は少ないかな。あ当たった。1ニッパーだ。ありがとうございます。103で当たりました。残り44。えらい調子がええな。青来た。 A の来たよ。あ、上がんだね、ステージが。激闘。あー、激闘いった。プロ。はい、もらった。3個目。しました、またキリン柄の中押しチャンス。中段チェリー確定です。よいしょ。2個もらいました。6個になりました。7個になりました。お楽しみに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週月曜配信、ゼリンゲバ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、逆転いたす。毎週木曜配信、下宅男性の土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。